それでは2016安田記念を見ていただきます。まずは出走予定している有力馬からご紹介させていただきます。モーリス、里のアラジン、リアルスティール、フィエロ、ダノンシャーク、イスラボニータ、こういったメンバーが出走予定しています。いよいよ春のマイル王決定戦ということで、かなり有力なメンバー揃いましたが、いかがでしょうか。はい、やはり注目はですね、この中距離路線の中でモーリスですよね。この非常に、まあ、最近このマイル路線が薄い中で強い馬が出てきたなという印象ですから、この馬がまあ出てきてくれましたので、やはりこの馬対他の馬という構図になるでしょうね。そうですね、何しろこのモーリス、もうかなり連勝が続いている状態なのですが、初めての G1 は昨年の安田記念ということで、ここから一切ですね負けなしということで、すごい状態ですからね。はい、まあ、モーリス昨年ね、1番人気に押し出されて、まあ、どうなのかなというような感じではあったんですけども、やはり人気に応えてその後連勝街道に乗っていますし、まあ、海外でも非常に強い競馬していますので、まあ、今年ももちろん有力な一頭でしょうね。そうですね。そして、まあ、それに対抗するような形となりますと、どうでしょうか。やはり同じく海外の G1 を制覇していますリアルスティールがいますが、この馬に関してはいかがですか。まあ、この馬はですね、まあ、明け4歳ではあるんですけども、この、まあ、東京のマイルはどうなのかなっていう印象の方が、まあ、私としては強いですから、まあ、今回ある程度こう認知してくるのであれば、ある程度評価するというよりは軽視というような判断をしたいなと思っていましたね。あまり東京は合わないと思いますよ。そうですか。確かに、まあ、京都通信杯で重賞は勝っていますけれども、ダービーも4着ですからね。確かに東京の実績としては少し物足りないイメージになりますよね。はい、まあ後で話しますけれども、このレースに関しては東京のね、根幹距離の実績、まあ、非常にこの東京の適性というのは問われる G1 ですから、そこはやはり、はい、限定材料になるのかなと思ってます。はい、そういう意味ですと、逆に上がり馬的な存在となりそうなのが里のアラジンでしょうか。まあ、この里のアラジンもですね、東京でたくさんレースを走ってるんですけども、人気を裏切るというようなことの方が多い印象を持ってますし、まあ、そこまで能力として G1 レベルにあるのかなっていうところですよね。まあ、やはりマルチャンドセックス、非常にこうこの馬の力で出し切ったのね、4着でしたから、はい、まあここでより評価できるっていう感じではないので、まあ、このままある程度人気してくるのであれば、評価を下げて他の馬で攻めたいなと思ってますね。このレースに関してはやはり荒れるというような G1 ですから、はい、ここら辺のリアルスティール、サトナラジンあたりがクエスチョンついてましたね。なるほど。そうしますと、それ以外の、まあ、有力馬ということで見ていただくと、やはりマイル実績のある馬という形になってきますので、例えば前走のマイラーズカップですね、一番人気で負けてしまったフィエロ、この馬などはいかがになりますか。まあ、この馬も2014年2015年、まあ、2年連続マイルチャンピオンステークス2着という、まあ、非常にこう実績はあるんですが、はい、まあ、昨年も本当にこう力を出し切った中で2番人気で4着という結果でしたし、はい、よりこう東京に変わってベターという感じでもないですから、まあ、7歳馬ということで、非常にこう使われ方もね、疲労が残ってもお釣りがないような状態でずっとこう来ていますので、今年もね、その馬券圏内に押せるような一頭ではなく、あくまで相手の一頭かなと思ってますね。なるほど。そうしますと、そのマイラーズカップでは、フィエロに先着したダノンシャークですね。この馬はマイルチャンピオンシップでも勝っていますし、以前安田記念でも3着に走っている馬です。この馬に関してはいかがでしょうか。まあ、この馬やはりマイルチャンピオンと安田記念は基本的にそんなに競馬場の形態自体は似通ってるんですけども、リンクはしないんですけども、実績の問題も含めて、まあ、しかしながらね、秋のマイルチャンピオンステークスまで安田記念春ということで、非常に馬券圏内どっちとも入っていますし、意外性が高い馬ですからね。そうですね。その割に、まあ、思ったほど人気にもならないということで、結構、まあ、注意の必要な馬になりそうな感じでしょうかね。はい、まあ、8歳馬で前走ちょっと構造しすぎたのかなっていう印象、疲労残ってなければ狙ってみたい人ではありますね。はい、そしてですね、5歳馬なのですが、まあ、かなり毎年ですね、東京コースで構想しているイスラボニータですね。この馬は皐月賞のタイトルこそあるのですが、その後 G12 勝目がなかなかつかめていない馬になりますが、いかがでしょうか。はい、まあ、藤木関産区最後の大物ということで騒がれたことは、まあ、もう5歳ということで、やはり
藤木積算区に関してはどうしてもね早熟傾向が強い馬が多かったですし、まあ、ヒサボニータの成績を見てもやはりそのような感じになっていますので、まあ、ここに来てこの東京マイルで力が問われる舞台でよりこう評価できるという感じではないような気がしますね。まあ、秋のね、昨年の秋天皇賞秋3着、まあ、非常にそこをまた毎日王冠も好走したので、まあ、中山よりは東京という感じはあるんですけども、やはり成長度ですとか、まあ、そういったことを考えたときに、まあ、この馬も相手の一頭かなと思っていました。はい、ではその他にも、まあ、有力なメンバーがいますけれども、まずはこの辺までとさせていただきまして、そうですね、まあ、ここら辺のメンバーが非常にこう強く押せる馬というのはやはりモーリスだけですし、はい、先ほど話したようにこの G1 自体非常にこう荒れますので、今回は非常に穴馬、いろんな狙ってみたい馬いますので、面白いレースになると思っています。はい、ではその安田記念の行われる舞台についても見ていただきたいと思います。東京芝 1600m になりますので、スタートが2コーナー奥からとなります。3コーナーまでかなり直線長い、540m ということになりますが、先行争いについてはいかがでしょうか。まあ、比較的緩いペースで入ることも多いですし、またハイラップで飛ばしてもね、止まりやすいレースですから、不利の弱くない有利不利ともない、まあ、力通りの決着、また東京の、特徴、そういったところが非常に強い条件になりますので、東京実績、また、不利のない枠順で同行ということはないですから、できれば中枠から外枠で攻めたいですよね。なるほど。そうしますとやはりこの、まあ、注意していく点としてはどうでしょうか。今、中学から外枠ということなんですが、どちらかというとこう前に行く馬というのは有利になるんでしょうか。まあ、基本的にはポジションというよりもですね、まあ、例年非常にこう上がりの時計を重視するのがこのレースやはりいいのかなと思っていますし、はい、まず逃げ馬っていうところですよね。前に行く馬に関しては非常にこう早上がりを前に行って使えるっていう、まあ、どうしても少なくなりますので3周馬が強い傾向になります。また追い込みはね、後ろ過ぎて上がり32秒台前半ぐらいじゃ届かないというようなポジションにもこうなって しまっていますので、やはり中段につけれてですね、早い上がりをつける記録することができる馬、まあ、またそういったレース経験がある馬、こういった馬をやはり狙っていくべきでしょうね。なるほど。確かに安田記念の結果を見ていきますと、逃げ馬で連帯をしているのが、2007年の2着混合力士だけで、あとは全滅なんですね。そうですね、まあ、逃げ馬が残らないっていうのはやはり早い上がりの馬が構造しやすいっていうことで、まあ、イコールになりますので、まあ、そういったことからもね、前走はもちろんですけども過去の特に東京コースの中で早い上がり第1位上がり2位、まあ、そういったレースをして構造している馬、この馬は全てピックアップしておいた方がいいと思います。なるほど。そうですね、あとはどうでしょうか。他に気をつけておくところはありますか。はい、まあ、今言ったようなことになってくると、当然リピーターレースっていう重賞が数ある中で、この G1 レースの中でリピーターレースとなると、やはり私の中ではこの安田記念ですよね。リピーター狙っていきたいですね。なるほど。確かにそうですね、同じ馬が複数回構想する傾向がよくありまして、2008年2009年を連覇したウォッカ、それからその後ですと、2011年2着12年で1着でしたストロングリターン、あとそれから2012年と2014年で1年空きましたが2着にそれぞれ構想しているグランプリボス、あとそれから2013年の2着2014年3着の湘南マイティ、こういったところがやはりリピーターという形になりますね。はい、まあ、いずれもね、人気がないところでもこう入ってきていますし、あと2010年11年連続3着でしたスマイルジャックですよね。このままやはりこのレース得意なレース馬でしたよね。あ、失礼しました。そうですね、連続3着ということでスマイルジャックも、はい、確かにリピーターでになっております。はい、まあ、古く遡れば92年93年のヤマニンデファート、まあ、こういった人気馬はもちろんですけども、やはり人気薄が入ってくることが多いですし、あとはまあ春の天皇賞、そして宝塚記念、その間ということでこの安田記念ありますので、やはりローテーション的にここ狙いっていう馬、また一戦級の馬に関しては長いところが得意なのは春天に行きますし、はい、まあ、宝塚のようなね、中距離でパワー型の馬が行動しやすい、
そちらの方に向かいますので、ここはやはり出てくる馬っていうのは限られてきますし、力が本当にある馬が例年出てこなかったりすることも多いので、まあ、そういう意味ではここ狙いのリピーターっていう形にもなってると思いますし、まあ、今年もね2頭有力ところではリピーター馬券圏内の馬いますので、その馬にはもちろん注目していく必要があると思います。そうですね、今年出走予定している馬の中ですと昨年の勝ち馬モーリスと、それから2013年に3着に入っているダノンシャークですね、この2頭が該当する形になりますね。はい、やはりこの2頭は注目だと思います。はい、ではあとはどうでしょうか、他に気をつけるポイントはありますか。はい、まあ、今のね2つの話ともちろん関連するんですけども、やはり東京実績ですよね。このやはり東京競馬場っていうのは非常にこう特徴がありますし、起伏が激しいところもそうなんですけども、やはり高層ラップっていうのがどうしてもこう偏る傾向がありますので、そこに合致してくる馬っていうのは注意しておきたいですよね。まあ、マイルに限らず東京の 2000m また 2400m といった東京の根幹距離でね結果を出している馬、もちろん格が高いレースで結果を出していれば出しているほど注意する必要があると思います。まあ、昨年12番人気で、ね、開けたクラレントですね。はい、はい、まあ、このクラレントも非常にこう東京校舎ということで、まあ、そこまで東京5勝というような左回り、非常に東京は3勝ですね、左回りで5勝ということで、非常にこのやはりクラレントが入ってきたっていうのは、いかにこのね東京実績がこのレースに関しては問われているかということが見て取れると思います。まあ、クラレントもその後のレースも非常にもう壊滅的な成績ですから、やはりここでポーンと暴走してきたっていうところね、東京実績っていうことを教えてくれてますので、今年も要注目のポイントだと思います。はい、ではどうでしょうか、そろそろですね、現時点での注目馬お願いできますでしょうか。はい、まあ、今言ったポイントの中にももちろん含まれている馬なんですけども、はい、今回モーリスがやはり有力なんですけども、その他の有力馬が非常にこう G1 ではどうなのかなっていう馬が多いですから、勢いのある馬がね穴を開けるっていう構図非常にこう見て取れますので、そういった可能性のある馬いっておりますので、この馬を推奨したいと思います。こちらの推奨馬に関しては無料メルマガの方で、発表させていただきます。この YouTube の動画説明文の一番上のところに江島さんの無料メルマガのリンクが貼ってありますので、まだご登録されてない方はそちらから登録してもらえればと思います。また週末には一頭一頭の詳細な分析もこちらの無料メルマガの方で、発表させていただきますので、ぜひ登録してもらえればと思います。また今月また6月月始めということで、有料重賞メルマガの方も月単位で、購入される場合ですね、今週から申し込んでいただく場合が一番、お得なタイミングとなっておりますので、こちらもこの動画説明文のところに有料重賞メルマガのリンク貼ってありますので、詳細クリックして確認して、検討していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは2016安田記念を見ていただきました。失礼いたします。